はい、じゃあ直したから再開です。多分切り上げるようにやるんだね。はい、あ、ここら辺切っていきます。はい、まああとはここからまあバサバサ地道にやっていこうかなっていうところです。チェーンソーとかあれホームセンターでね貸してくんねんかな。さすがに抱えだけにチェーンソーだとねめんどい、パワーがなくてめんどい。なのでちょっとシャフト1本抜いて短くしてどれくらいなのかっていうのをちょっと試してみます。はい、で今はシャフト変えてるんだけど、やっぱりね強く結構強引に切っちゃうとなんかねこのシャフトがね抜けなくなるんよね。だからここら辺がまあ要注意かなって思います。
で結構片付いた感が出てきましたね。結構、あ、見えない。残すはこの木一本だけなんで、頑張ろうか。やっぱりそのシャフト一本抜くとすごいパワーが出てくる。うん。やっぱりパワー違うね。どうしようかな。これジモティで巻き上げるでいいかな。やってみようか。あとこの切り株たち、切り株たちをどうしようかだよね。こいつもあるし、まあなんか妙案があったらやりますわ。危ない危ない危ない。はい、ちょっと休憩。はい、いやー疲れた。なんかチェーンソーあれね、振動もあるし、あれ意外とね重たい、筋肉痛になったわ久々に。でまあちょっとあれ触りだけ、上の枝をどうちょっとねやっていけるのかっていうのを、今日どうやってやるかっていうのを今日試験的にやってみて、いけそうかいけそうでないかっていうのを判断するのに、はい、コンクリートハンマードリルでございますね。これでちょっとやってみて、ちょっと結果を見てみよう。